こんにちは、アミティ先生です。なんと昨日ですね、グッドノーツ6がリリースされました。びっくり、突然現れたグッドノーツ6、あの AI の機能がですねめちゃくちゃ搭載された、なんかすごいことになってるらしいので、今日はですねその機能をちょっと紹介していきたいと思います。で、今までグッドノーツの5を持ってた人はですね、新しく買い直さなきゃいけないですね。なので新しく買い直してください。はい、お金の話はですねちょっと最後にしたいと思いますので、まずは新機能何個かあるので紹介していきます。まずはですね、ペンで消すっていう機能です。普通に文字を書いてこれ消したいなって思ったら、消しゴムか、あとは投げ縄で囲って消すっていうのが今までだったと思うんですけど、なんとですね、新しい機能、ペンで書いてそのままペンでうわーってやったら消えるんですよ。スクリブルっていうね、iPadOS の純正の機能があると思うんですけど、そんな感じ。ペンで書いて、ペンで消すっていうのができるみたいです。で、もう一つ、ペンで囲うっていうのがあってですね、選択範囲をね、こう囲って移動させたいときに、そのままボールペンでこう囲うんです。で、指でギュッて長押ししてこう移動させると移動させちゃうというね。はい、普通だったらこう投げ縄ツールでやってたのが、そのままペンで囲えるとね、いちいちこう切り替えなくて良くなるらしくて、それがねめちゃくちゃいいなと思いました。あとスペルを直してくれる機能があります。これもねちょっとスクリブルと似てるんですけれども、普通に手書き文字書くでしょ。で、スペル間違ってたらタッチしたらですね、スペル直してくれてるんですよ。で、そのスペル直してくれるのが手書き文字のまま直してくれるんです。テキストだったらわかるじゃないですか。それがですね、手書き文字のいい感じのままスペル直してくれるっていう、すごくないですかこれ。はあ、やばいですよね。だから自分の文字みたいな感じになるのかな、なんかよくわかんないんですけど、めちゃくちゃすごいんですよ。で、これがですね、残念ながら日本語対応してないということで、英語とジャーマニーとスペインとオランダ語らしいので、はい、これ日本語対応してほしいですよね。次、テキストモードでございます。今まで文字、手書き文字モードだけだったんですけど、この上のところにですねテキストモードっていうのができました。で、これを選択すると、この画面全体がもうテキストモードになるんですよ。で、ここで普通にタイピングして打っていけるみたいな感じなので、キーボード持ってる人はですねめちゃくちゃ使いやすくなると思います。 iPad の純正のページーズみたいな感じかな。普通にテキスト打てるし、ページーズって手書き文字とかも入れれるんですけど、そんな感じで使えるんだと思います。で、このテキストなんですけれど、もう一個すごいのが、ここにも AI が入ってきてですね、このテキストを選択して、この左のねキラキラマークみたいなのがあるんですけど、これを押すとですね、こんな感じでいろいろ出てくるんですけど、スペルチェック、この選択した部分のスペルチェックとか、言い換え、チャット GPT 分かります？あれってなんか適当に文字言って、これを綺麗にかっこいい文章にしてくださいみたいな感じにしたら、かっこいい文章になったりするんですけど、そんな感じ。それがグッドノーツの中に入り込んできたということで、例えばね、これ選択してプロフェッショナル押しました。そうするとこの元々打ってる文章をさらにプロフェッショナルに、まあちょっとお堅い感じに文章を切り替えてくれるっていうことらしいんですよ。で、まあコピーしたりとか、あとこれ文字全部置き換えるっていうのがあるので、置き換えるを押すと、あ、置き換わりましたね。はい、こんな感じでできてしまうと、スペルチェック、言い換え、あと要約、長い文章を短くしたりとかね、そんなこともできるらしいので、この AI の機能大注目でございますね。これめっちゃいい、これめっちゃいい。はい、続きまして、数式変換でございます。これね、アミティ先生、数学があんまり得意なんじゃないので、ちょっと説明しにくいんですけど、何かというと、数式を手書きで書くじゃないですか。で、それを投げ縄ツールで囲います。で、変換をしてから、マス、数式っていう項目があるんですよ。で、それを押すと、こんな感じで、数式に変換してくれます。で、ここがなんかすごい文章になってるけど、どういうことなのかな。なんか、すごい多分、数式の、まあ、ちゃんとした数式に変換されてるのかな。ちょっと私よくわからないんですけれども。数式ってね、なんか、パイとか、ちっちゃい i とかパイとか、こういうのとかさ、いろいろあるじゃないですか。それを、まあ、勝手に変換してくれるんだと思います。で、もう一つ、数学系の機能なんですけど、AI 数式アシスタントっていうのがあって、AI が勝手に数式を解いてくれるのかな。なんかすごそうなやつなんですけれども、インタ
ラクティブ試験練習帳っていうのがまず導入されたんですよ。グッドノーツにね。インタラクティブ試験練習帳。まあこれはなんか学生とかが試験を解くときとかにそういう試験セットみたいなのがここのグッドノーツの中に搭載されて、その中に入ってるまあ機能の一つが AI 数式アシスタントっていうものなんですけど、こんな感じでですね、ここが回答ですよ。回答どれにしますかってこう選ぶやつ。で、ここはメモかな。多分メモだと思うんですけれども、例えばこれ適当に数式書くじゃないですか。で、赤い線が出てるってことは間違ってるっていうことなんですよ。タッチすると何かが正しくないようですって出てくるんです。で、この赤い線のところが多分間違ってるんでしょうね。で、×をしたら消えます。間違ってるからもう一回計算せよっていうことなのかな。はい。だとしたら、まあ、こんな感じで、どん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 計算式を、まあ、正解になるまで解いていくっていう感じなのかな。これが AI 数式アシスタントでございます。まあ、私にはあんまり縁のない機能ですけれども。はい。試験とかやってる人は結構いいかもしれないですね。で、この試験練習帳に関してはどこにあるかっていうと、この一番最初の画面あるじゃないですか。ここに、マーケットプレイスっていうのがあるんですよ。で、この中に SAT 数学練習コースとかこういうのがあるんですよね。で、ここで選択したらさっきの試験ノートみたいなのが出てきて解いていくっていう感じです。ただこれね、多分今英語しかないので日本のやつはないかなと思うので、はい、英語の人はっていう感じですかね。はい。で、今このマーケットプレイスっていうのを紹介したんですけど、このマーケットプレイスは何かっていうと、ステッカーとかプランナーとかがここで購入できるんですよ。無料のやつもあるので、ぜひね、これいろいろ見てほしいんですけど、私も作りたいなとか思いながら見てましたね。自分で登録はできないんだろうけど、もしかしたらなんかそういうの登録できるようになったら、私もやりたいなとか思っておりました。で、この UI ですね。一番最初のところの、この UI なんですけど、ちょっと立体的に 3D アイコンっぽくなってますね。こう、色がなんか変えれるようになりましたね。これ、かわいいね。わかりやすくて結構いいなと思いました。はい。こんな感じが GoodNotes 6 の全機能ですね。やっぱね、AI の機能をがっつり入れてきてて、うわ、すごーと思いながら見てたんですけれども。はい。冒頭でも話したようにですね、GoodNotes 6 は5を持ってても買わなきゃいけないんですよね。まずノート3冊は無料です。無料でお試しで使います。で、それ以上使いたいなって思ったら、年間で1350円のサブスクリプション。年間です。月じゃない。年間ね。もしくは、4080円の買い切りプラン。買い切りプランですね。なので、4年以上使われる方は、買い切りプランを使った方がお得になるということで、ちょっとこれはややこしいですね。まあ、とりあえず年間1350円だったら全然安いと思いますよ。てか、安すぎますよ。はい。本当に安いので、とりあえず、使ってみた方がいいかなと思います。やっぱね、AI を使いこなしていかないと、これからどん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 遅れていってしまいますので、ぜひ皆さん買ってみてください。で、こちら宣伝させていただきますよ。アミテキ先生の GoodNotes の、本でございますね。これはもう、GoodNotes 5 の頃に出したやつですけども、もう GoodNotes 6 でも全然共通して使える機能ばっかりでございます。こんなグッドノートの使い方あるんだっていう発見がめちゃくちゃ詰まってると思います。本当にね、クリエイティブの使い方からお仕事の使い方からめちゃくちゃたくさん載ってます。チュートリアル数でいくと20チュートリアルぐらいはあるんですよ。基礎の使い方は網羅しつつ、プラスアルファで、あ、こんな使い方あるんだの20チュートリアルがありますので、本もあるし Kindle もあるので、ぜひよかったら見てください。で、これと合わせてね、 GoodNotes 6いろいろ使いこなしてもらえればいいかなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。役に立ったらぜひいいねボタン、あとこんなの教えてほしいとかあればコメント欄にお願いします。バイバーイ。